んにちは。トルコの絨毯屋野中郁美です。今日は絨毯屋っぽくお店のところでちょっと撮影をしています。ですね、今回は地元アンタリアのドゥセメアウト絨毯について、その絨毯に描かれているモチーフのお話をしたいと思います。こちらがドゥセメアウト絨毯です。これまあちょっと小さめのものなんですけれども、このドゥセメアウト絨毯は独特のモチーフがあるの で結構ね、見分けがつきやすい絨毯の一つかと思います。このモチーフについてモチーフ名の説明をします。伝統的なドゥセメアルト絨毯には大きく分けて7つのモデルがあります。これはトプルというモデルです。中央にトップ、つまりメダリオンですね。メダルとか勲章とかを意味する言葉ですけれども、メダリオンがある絨毯のことを指します。この大きな部分ですね、これがトプル、マダリオンになります。そしてこの横にある葉っぱのようなモチーフ、これ多分ね、元は葉っぱかもしれないんですけれども、村の女性たちはコユンハップ、羊の薬という名称で呼んでいます。これは羊の乳の出を良くするために飲ませる薬があるそうで、その箱の表側にあるモチーフと何か似ているところからついた名前だそうです。このトプルと言われているトップですね、そのメダリオンの中にあるこの部分は、これはユルドゥズ、星のモチーフです。そしてこの星のモチーフと同じものがこのボーダーにもあります。こちらですね、これが、ドゥセメアウト絨毯の一番独特な、その特徴的なモチーフ、ボーダーモチーフなんですけれども、ここに中央にあるのがユルドゥズ、星ですね。もしくはザックムという言い方をする方もいます。ザックムというのは強竹刀ですね。そしてここに5つ並んでいるのが石のようですけれども、これベシタシュ、5つの石というモチーフ名があります。これは子供がこう石を投げて遊ぶ時の、その石に似ているところから、ベシタシというその子供の遊びの名前ですね、それがついています。そしてここにある三角、これはまあ想像できるかもしれません。ブチャックウジュという、刀の先っぽですね、刃物の先という意味のモチーフ名です。そしてこの端っこのところにある、ちょうどこのコーナーのね、モチーフがあるんですけども、これはヘイベスユと言います。ヘイベというのは何でしょう、ドンキーバッグとか、そのバッグ、袋物ですね、そういったものの四角いところに角っこに入れるモチーフで、そのヘイベなどに使われているところから、まあ絨毯に取り入れるときにヘイベのモチーフで、スっていうのはそのケナル、そのボーダーっていう意味があるんですね。ボーダーをスと言います。スは水という意味もあるんですけれども、その水路的な、そのボーダーの意味でスと言いますけれども、これがヘイベスユというモチーフ名です。そしてもう一つですね、この中央のところにあるこの三角のモチーフありますね、これはシャングルと言います。シャングルというのは、こう音的にもちょっと想像できるかと思いますが、まあ、シャン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 となる踊り子が持つような、そのまあ鈴のついというような音が出る楽器の一種、もしくはなんか足とか体につけて、その体を動かすたびに音が鳴るようなものと思ってください。こちらはランナーですね、細長いタイプの絨毯です。これ中央部はハヤットアーチ、生命の木を表しています。でその中央にあるモチーフが、これがアクレップと呼ばれるサソリですね。このサソリのモチーフが入っているものはアクレップモチーフデザインですねと言われています。でこちらの方ですね、はい、これがアクレップです。ですね、トルコは実はサソリが結構普通に出ます。
アンタリアもあのサソリが出てね、子供がちょっと怪我したり死亡したりする事故もあります。で、私もあのお店の中でサソリが歩いているのを見たことがあります。ですから、まあ、サソリあの毒を持ってるんですけども、決して悪いものの意味ではなく、逆に守り神ですね、お守りの意味でこのサソリのモチーフを使うことが多いです。そしてこちらがメルシンやプラク、そうですね、メルシンというのは、銀梅花という植物です。でそれの葉っぱの意味ですね。でこの下にあるのがこれですね。これは蝶々ケレベッキのモチーフと言います。そしてこのボーダーのとこにあるこの波のような形ですね、これはクブルムと言います。まあ、クブルムっていうのは何て訳したらいいんでしょうね。あのまっすぐじゃないものですね、こうあの曲がってるものという意味です。そしてやはり同じようにこちらのボーダーはこのベシタシュとこのユルドゥズ、そしてブチャックウズという刃物の先のモチーフですね、これがついています。これがあったらまずドゥシェメアルトの絨毯、もしくはベルガマの絨毯、この2箇所でこの同じモチーフが出ます。でなんでね、そんな離れたところで同じモチーフがあるのかなと思うと、これはね、同じ部族が移動してそこにそれぞれ定住したので、その持ってきたモチーフを使っているってことですね。なんかそういったモチーフの移動もとても面白いかと思います。この絨毯もトプルですね、あのマダリオンがついた絨毯という名前のデザインです。この中央にある十字のような大きなもの、これがね、まあ、マダリオンですね。で中に星があります。でここにお花のような、ね、まあ、星のようなモチーフがありますね、はい、でこちらにあるのが先ほどもありました蝶のモチーフです。そして今度このボーダーにね、面白いモチーフが入ってますけれども、はい、こちらですね。これはコジャスというんですけども、コジャスの意味2つ取れるんですね。コジャというのは大きい意味、スというのは先ほども言いましたけれども水の意味もありますけれども、ボーダーの意味ですね。で普通のボーダーだとこのようにこのベシタシのあるところ1箇所だけなんですけれども、このように幅の広いちょっと大きめの絨毯だと大きなボーダーを使います。この時にこのコジャスというモチーフを入れることによって、大きな、まあ、ボーダーという意味で、もう一つはこのモチーフ自体がこの水が噴き出しているようにも見えるかと思います。まあ、水がね湧いてる様子、その意味もあるかと思います。この絨毯はドゥシェメアルトで、まあ、最も古くから作られていたというモデルの一つで、ハレルリと言います。ハレルリという意味は、まあ、あの分割されたとかそのような意味だと想像されています。まあ、こういくつかのモチーフによって、まあ、絨毯が、まあ、分かれているっていうような捉え方でいいかと思います。で、このまず中央にあるモチーフですね、これが、まあ、回転するメダリオンですね。そしてこちらにあるもの、これが、まあ、手のひら、2つ合わせた手のひらと考えて、まあ、L、手という意味のモチーフ名がついています。そしてこちらにもコジャスですね、この大きな泉、湧き水を意味する意味、もう一つはこの大きなボーダーですね、ここからここまである大きなボーダーに入るモチーフとしてのコジャスのモチーフ名がついています。そしてここにあるのが、一番最初の絨毯でも言いました羊の薬コユンハップです。でやはりね、モチーフにこのベシタシュですね、このモチーフが入っています。でもう一つここにあるギザギザですね、これはね、ブラヌックメルディベンと言います。ブラヌックっていうのは、まあ、あの何でしょう、フローな、まあ、はっきりしていない、それでメルディベンというのは階段という意味ですね。ですからなんかこうちょっと霞んだような感じ、まあ、
はっきりしてない感じの、まあ、こう歪んだ感じのイメージ、それにまあこの段になっているところからメルディベン、階段という意味で使われているかと思います。もちろん他にもデザインもしくはね異なるモチーフもあります。で今回はまあとりあえずこの4点の絨毯からご紹介しましたけれども、他にも様々なモチーフがあって、中には猫の肉球ケディパティシというモチーフなどもあります。でこのモチーフ名というのは実際に彼女たちがそのモチーフが目にしたもの何に似ているかというところから付けられた場合が多いかと思います。その元々の、ね、意味に、まあ、何かその思いを、ね、含ませていることもあるかと思います。ただ少なくともそのどういうふうにその名前がついたというかって話になるともうだいぶ昔のことになるので、まあ、今知ってる方がねほとんどいないのでその真相はわからない部分も多いです。で村の女性たちの絨毯を織る女性たちの間ではこのモチーフ名を言うことによって今度何々作るわよってここには何々を入れてねっていう言い方をした時にお互いにまあ分かりやすいというね便利なまあ合図でもあったりします。皆さんいかがでしたでしょうか。モチーフ名一つ分かるとまた絨毯の楽しみ方も増すというものです。8月5日発売の日本防具社毛糸玉の世界手芸機構、今回はアンタリアドゥシェメアウト絨毯について執筆させていただきました。そちらも合わせて読んでいただくとまたドゥシェメアウト絨毯の楽しみが増えるかと思います。どうぞよろしくお願いします。今日はここまでです。よかったらチャンネル登録といいねをよろしくお願いします。では次お会いする時までさようなら。